余ったハーブを無駄にしない、とっても便利な冷凍ハーブオイルの作り方。フレッシュなハーブってものすごく香りが良くて、料理に使うとワンランクアップする優れものなんですが、結構ね余りがちで使い道に困っていませんか？今回はそんな時にぴったりな、とっても便利な冷凍ハーブオイルの作り方をご紹介します。ロサンゼルス在住の元料理人がお届けするお料理エンターテインメントチャンネル、ロサンゼルステーブルへようこそ。これさえあれば新鮮なハーブの風味を料理に加えられます。しかも作り方はとっても簡単。まずは余ったハーブを用意してください。今回はタイムを用意していますが、ハーブはどんな種類でも OK です。バジルやオレガノ、ローズマリーなどお好きなハーブを複数混ぜてもらってもいいかと思います。今回はタイムがたくさん余ったので、こちらで冷凍ハーブオイルを作っていきます。タイムは茎の部分が結構硬いことが多いので、葉の部分を中心に使います。茎の上の方から指でつまんで、下の方にね滑らせていけば綺麗に葉の部分が取れると思います。もし茎の方も柔らかければ、茎ごと包丁で細かく刻んでいただいても OK です。このような製氷皿をお使いいただくと作りやすいかと思います。ダイソーなんかでよく売られているものでいいと思います。特に一つ一つのキューブがなるべく大きめのものを選んでいただくと、ハーブを入れたりするときに扱いやすいんじゃないかなと思います。製氷皿を使うことで必要な分量を簡単に調整できます。ハーブを多めにするとか、オイルを少し多めにするとか。今回は均等にタイムを各キューブに振り分けました。ハーブとオイルだけでも十分なんですけれども、今回はねいくつかのバリエーションをご紹介したいと思います。ニンニクをスライスにして加えることでニンニクハーブオイルになります。ニンニクはスライスでもみじん切りでも OK です。お好みの分量を入れてください。次にこのようなレモンの皮を加えることで、レモンのすっきりとした香りをオイルに移すことができます。最後に鷹の爪をハーブに加えることで辛みを加えることもできます。そこにオイルを注いでいきます。今回はねオリーブオイルを使っていますが、溶かしバターやココナッツオイルなどを使っていただいても美味しいハーブオイルをお作りいただけると思います。ハーブや追加で加えた風味付けの具材がしっかりとオイルに浸かるように注いでいきます。オイルを注いだら、あとはこちらを冷凍庫に入れて凍らせてください。数時間冷凍庫に入れていただくと、このような感じでオイルが固まった状態になります。新鮮なハーブを無駄にせずに、ハーブの風味を長期間保存できます。冷凍していただくことで、だいたい2ヶ月からね3ヶ月ぐらいはお使いいただけると思います。必要な分だけを取り出して使用できるため非常に便利ですよね。パスタやお肉を焼いたりする際、お魚を焼くときにも便利です。様々な種類のお料理にお使いいただけます。とっても簡単で便利な冷凍ハーブオイル、ぜひ作ってみてください。この動画がお役に立ったと思ったら、ぜひいいねを押してチャンネル登録をお願いします。では、次のお料理でお会いしましょう。